こんにちは、ファッキンソのヘルマットのマリオマです。今回ですね、犬を見てまいりました。早速語ろうと思うんですけども、その前にですね、先日の、新ウルトラマンの動画についてなんですけども、サムネとタイトルですね、あまりにちょっと攻撃的だったかなと今思ってまして、多分この動画上がってる頃にはね、ちょっとサムネとタイトルだけでも一回変えようかなと思ってます。ちょっと不特定多数の人にあのサムネが見られるっていうのはちょっとさすがにダメだったかなと思いました。今後あの動画についてはちょっとどうするかまたちょっと考えようかなと思ってますが、一旦そういう処置をさせていただきたいなと思ってます。で、今回犬をですね、ネタバレありでちょっと語っていこうかなと思ってます。初日に行ってきたんですけど、これです。なんかあらすじ的なものが入ってる、なんだ、冊子ですね。これがあのもらえるんでね、これぜひ、松本太陽好きな人、あと原作が好きな人、これはもうぜひもらいに、早めに行ってもらってください。松本太陽の絵がね、もうふんだんに、設定の絵というか、そういうね、ものがいっぱい書いてあるんで、これぜひ、ゲットしてください。で、まぁ、今回、監督、湯浅さんですね。で、キャラクターのデザインは、松本太陽がやっておりますと。はい、もうこれは見に行くしかないでしょうと。元ビレバン店員なら見に行くしかないでしょうというところでございます。で、このタッグがあれかな、ピンポン以来ですかね、アニメ。そう、ピンポンがね、ちょっと全部見れてないんですよね。ちょっとすいません、ここは申し訳ない。で、湯浅さんはもうなんといっても、まあ、クレヨンしんちゃんからやってますけど、まあマインドゲームでしょうね。なんといってもね、素晴らしい映像表現、映像をやってる人は本当に見てほしい一作ですね、マインドゲーム。ドラッキーというか、もうぶっ飛んだ映像、演出、展開、ここは最高です。素晴らしい。マインドゲームはぜひおすすめなんで、今回ね、湯浅監督気になった方は見てみてください。あと、四畳半神話体系だったかな、そう、四畳半神話体系も、湯浅さんやってましたね。で、この時のキャラクターのデザインは、中村悠介さんですね。アジカンのジャケットをずっとやってる中村悠介さん。はい、これもまたね、サブカル案件なタッグでしたね。すごいスピーディーな編集と展開ですね。これがすごい肝だった、作品でしたね。で、松本太陽。もう松本太陽はもう何と言っても皆さんご存知でしょうと。ピンポンですね。はい、あと、鉄痕キンクリートだったり、サニーもありますね。そのもう独特なタッチの絵ですね。ここが素晴らしい。温かみを感じる、タッチの絵。最近はね、結構、絵のタッチの温かみを生かした、あったかい話というか、まあ、すごいざっくりしてますけど、ざっくり言っちゃいましたけど、まあ、サニーとかもね、まさにその、家族の温かさとかを問い直す作品だったりと。で、今連載してるね、東京日頃、これもね、すごいあったかい作品ですね。ものすごい面白い。これすごいです。漫画編集者の主人公が、出版社を辞めて、で、自問自答して、昔担当した漫画家さんに会いに行って、自分の漫画絵を確かめながら、どうなっていくんだみたいな感じの話なんですけど、1巻出て2巻がもうすぐ出るのかな、出たのかな、まだ全然追いつけるんで、めちゃくちゃ面白い。これおすすめです。この辺置いとこう今日は。で、今回ね、音楽ね、大友さんですね。はい、あまちゃんの人ですね。もともとノイズ系の人でしたけど、まあ、大友さんらしいかもしれないね、今回の劇中の音楽ね。70年代前半のハードロックが出てきたぐらい、初期ハードロックのあの感じのリフ感みたいなのをちょっと感じます。そういう曲が多いかな。まあ、それで言うと、そのフーとか、ロックオペラの気質ですね。フーとクイーン。その辺の影響は確実にあるんじゃないかと思ってます。主役、まあ、ダブル主演みたいな感じですけど、犬王ですね。犬王役、アブちゃんです。女王蜂のボーカル、アブちゃんですね。そう、あの、犬王の役ね、アブちゃんじゃないとできなかった感じはね、すごいしてますね。声の出る息がすごい広い人なんで、あの感じ出せんのはやっぱ今だったらアブちゃん適任だなというところですね。女王蜂もそういう感じで歌うしね。映画見たらね、なるほどという配役でした。はい。友奈役の、森山未来ですね。森山未来も、やっぱ歌が歌えるというところでの配役だったのかなという、印象ですね。今回ですね、なんだろうね、すごいいろんな技法というか、いろんな表現方法をしてましたね、やっぱ、また。なんか水彩画っぽい感じもあったし、
で、あと最後の方にあった CG のね、動き、ワークがあるところは CG でやってたりと、雨降ってるシーンとかね、手書きっぽい感じだったりと、いろんな技法を使ってましたね、また今回。で、まあ、特にね、序盤の、友奈が旅に出るところっすね。旅に出て、雨宿りしてるとこ、さっき言った雨のところね。あの辺とかすごい手書き感があって、で、やっぱ松本太陽の、キャラデザというか、そういう感じがね、すごく活かされてた、シーンというか、場面だったなと思ってます。はい。まあ、そうそう、だからもう、ね、最初の屋根の上の窓から、中を覗いてる時の、友奈の顔が出てきた時、でもう、うわ、すげえ松本太陽の絵が動いてるなっていう感動がねすごいありますね、やっぱね。でもう冒頭のイントロダクションというか、同ポジでタイムラプスでどんどん遡っていくシーン、ガーって戻ってくるとかね、あれとかもねすごい、もういきなりやってんなーって、おーやってますねっていう感じ、タイトル出るまでのねところがね、もうすごく引き込まれますね。もう圧倒的な演出というか表現ですね。圧倒的でしたね、はい。で、まあこの映画はやっぱそのフェスですね、フェスでしたね。なんか映画見てる感覚っていうよりはそのライブを見てる感覚の方が近いですね、やっぱ中盤以降ね、もうライブ体験ですね、もはや。で、まあそういうのも考えると、なんか2人が異端っていうところとかも考えると、なんかビートルズなんじゃねえかなっていう、この映画ビートルズなんじゃねえかなと思いました。ビートルズってか、まあそうだね、まあ、60年代70年代ロック、 UK のロックのロック、ポップミュージックが生まれた瞬間をこう日本のあの時代に移してやったらどうなんのかっていうのを、感じましたね。かなり犬王の初ライブの初パフォーマンスのね、あと一般市民というかそこの見た人の話、感想がすごい出てくると思うんですけど、あとビア奉仕のね話とかも出てくるんですけど、いやあんなんダメだろみたいな人もいるし、でももう楽しかったって言ってる人もいる、あの感覚がロックが初めて生まれた瞬間に似てるんじゃないかなって思いました。こじつけかもしんないんですけど、犬王と、友奈が初めて会った時にね、なんだそれはっつって、カブトムシみたいなもん持ってって言うんですけどね、あそこをカブトムシっていうね、カブトムシって英語で言うとビートルですからね、かなりこじつけ感あるなって自分でも思ってるんですけど、そういうところも考えるとちょっとビートルズなのかな、ジョンとポールなのかなっていう気がちょっとしてます。はい。で、一方は殺されると、で一方はその後も舞い続けていくっていうところもね、ジョンとポールに見えるなーってちょっと思いましたね。はい。だこの映画は僕が思うに、まあ、ロック、エンタメ、まあエンタメですね。エンタメが、まあ、芸術から派生してエンターテインメントが生まれる瞬間を描いた作品のような気がしてますね。はい。で、そのライブ自体もなんかその、まあ最初はライブだったと思うんですけど、どんどんコンサートになっていくっていうところ、それもね、なんか成長が見れて面白いなと思います。っていうのと、あと最後の方ね、もうもろにクイーンみたいな流れがありましたね、なんかね、まあこれぞロックオペラみたいな、ね、感じがちょっとありましたね。はい。まあそんなところです。今日はちょっと短いんですが、ちょっと短いと思うんですが、こんなところですかね。はい。ちょっと5月終盤になってきて、いきなりもうコンテンツラッシュで、ちょっともう頭から火が出そうな感じですけど、とりあえず僕はストレージャーシングスから見ていこうかなと思っております。よければコメント残していただけたらなと思います。で、チャンネル登録高評価もね、よければよろしくお願いします。それではまたお願いします。